マイナビニュースをご覧の皆様、神尾楓珠です。伊藤麻希です。僕が演じる五十嵐はこの4人の中では一番こうなんていうんですかね、その誠実っていうか、結構こう、まあ、ちゃんと段階を踏んで恋愛したいっていう風なのが多分こう周りと対比すると一番こう出てると思うので、その辺を見ていただけたら嬉しいです。僕が演じた七島は、かなりオラオラしててちょっとチャラい役どころなので、そういう男性に弱い女子の皆さん、ぜひ楽しみにしててください。一番頑張ったっていうか苦労したシーンはダンスですかね、うん、僕は。そうですね。どう？僕はでも男同士での胸キュンっていうのは初だったので、だいぶそこを、まあ、振り切ってやりました、はい、いろんな組み合わせでね、やった BL カットがあるので、でもここの結構熱いシーンがあるんで、ぜひね見てほしいと思います。私がモテてどうすんだ、7月10日公開です。ぜひご覧ください。